小田哲司先生のちょっと簡単にえご紹介をさせていただきます、えー、小田哲司先生はですね今、まあ、現在ですね、えー、明治大学の文学部でよろしいですか農学,農学あ、農学部で,すでも文学博士、ね、農学部なんですけども、えー、で、えー、教えられてるんですけども文学博士として一番の,あの専攻はですね英語歴史学 でよろしいですね、はい、英語歴史学を、えー、こう教えられていいるという方ですで英語歴史学の方がなんでここでみたいな話にもなるんですけども実は言霊についてはものすごく研究をされてしかも「古事記」「日本書記」こういったものには何精通されてるなんでそんなこと精通されてるのかというと実はですね、えー、お名前をご存知の方もいらっしゃるかもしれませんけれども渡辺正一先生という先生がいらっしゃいます。 えー、この先生ですね、本当にあの亡くなられた安倍元首相のブレーンとしてずっと活躍されていた方で、本当にあの日本のこう政治のブレーンとして、ですねもう多岐にわたってご存知だった方で、いろんな方。ででそのですね、えー 渡辺チルドレンとしてですね上智大学の大学院時代からゼミをずっと取ってこられて今でもその魂を受け継いでですねいろんな方面で活躍されている先生でございますなので本当にもう各方面詳しい方でいつもです私もね何回か小田先生のですねお話聞いたことあるんですけどすっごい勉強になるし面白いし是非楽しんで聴いていただければと思います 間違ったこと言ってます。大丈,す大丈夫ですね。はい。ということで、えー、小田哲司先生です。拍手でお迎えください。今ご紹介にあずかりました小田と申します。よろしくお願いします。 えー、自分で紹介自己紹介をせねばならぬなと思っていたところ桜田さんが大変、えー、簡潔に述べてご紹介してくださいましてありがとうございました、えー、まあもともとそのようなわけで私は英語の専門家な,んでなので、えー、先ほど最初に桜田さんは自分は素人だとおっしゃってたんですけど私も今日ここで「古事記」のこういう場でお話しするというのは半分素人でございます。で半分は言葉の 研究をずっとしてきたのでそちらは素人じゃないんですけれども、えー、そのことですから「古事記」のことは真正面から私はあのお話しするほどは、えー、知識は深くないけれどもちょっと言葉をの研究をしていたものということで。 えー、お話をさせていただこうかなと思っていますもともと英語の歴史が専門なんです英語の語源を調べたりするのが専門なんですけど英語の語源を調べれば調べるほど実はイギリスとかドイツの、えー、神話の世界につながっているっていうことがわかりますで、その神話の世界を勉強すればするほどあるとき気づいたのはこれどっか聞いたことがあるなというようなお話があり、いろいろありますそれは実は日本の神話と 日本のの神々の世界ととすすごくく似ているっているうことがよくわかります例えば今先ほど、えー、木村先生が榊の,、えー、の葉っぱ、えー、見せてくださいましたけど、えー、古代のヨーロッパの人々も葉っぱを大変大事にして神葉っぱに神様が降りてくるつまり葉っぱはより白です日本と同じなんですそういうことを信じていたそういう時代がありました。だけどキリスト教が来るとそれが全部忘れ去られてしまいます。 ところが日本は今も生きてるわけですねですからあ日本ってほんとユニークな国だなと思ってもうかれこれ10年ぐらい前から、えー、日本の古代のこと日本の神話の世界もずっと勉強をし始めまして、まあ、今はあの自分はあの英語の授業もやりますけどその一方で えっと比較文化論とか比較神話学というような比較神話論ですね日本の神話と、えー、ヨーロッパの神話を比較してみるような、まあ、そういう講義なんかもあの、えー、担当しておるわけでございます。で今日は「言霊先は国日本」というタイトルで、えー、なぜ日本語に言霊があるのかという、えー、ことなんですけれどもまずですねその言霊なんですけど言霊っていうのは、えー、言葉に したことが現実になるっていうういううそう考えですよね、えー、ですから例えば「する目を食べる」と言わずに「当たり目」って言いますよねで多分爆地打,打ちなんかをする人なんかは「する」っていうのは縁起が悪いので「えー、当たる」っていうことに ッ意味を変えてて当たり目っていうわけですよねそれからあのもう今日は「おしまい」にしましょうっていうのは「おしまい」っていうのはちょっと意味悪いので「お開き」にしましょうと、まあ、こういうわけですね言葉にすると現実化するだから悪いことは現実になるといけないから良い言葉に置き換えるっていうことですよね。えー ってなことを学生さんに喋ってましたらあのこの間ある学生さんがじゃあ,あのお部屋で履くスリッパは今度から「あたりっぱ」と呼びますって言った人がいたんですね。こ <laughs> これは、ね、言わないいだろうということとですじゃあなんで言わないのかっていうことは今日あのその辺のことを今日一緒に考えていただければいいかなと思ってるんですけれども、えー、とこの「古事記」っていうのはあのー、元は多分古事記は「 音読みですからねあの元は古琴文と呼んでいたんじゃないかと思いますで、えー、日本の,あの歴史書古い時代の歴史書っていうのは古事記と並んで「日本書紀」というのもございますけれども、えっと、日本書紀っていうのはこの,あのスライドの2枚目に両方の写真がちょっとちっちゃいから見にくいんですけどえの両方漢字で表記されているのは間違いないんですよねだけど、えっと「日本書紀は」は漢文で書かれています漢文です えー、あの我々が学校で習ったように代理店とかを訴え打ってこう理解していったらいいわけですねだけど、えー、そ一方で「古事記は漢字」は漢字で書かれていますけどもこれは大和言葉で書かれておりますつまり、えー、音だけを当時はまだひらがなもカタカナも存在しませんでしたから音を漢字の音読みの音を借りてきて、えー、表記していますですから音で読むと大和言葉になるということなんですね。えー ですけどでそれでですから「えー、と日本書紀」の方は、えー、おそらく当時の政治状況700年代の政治状況からして隣の強大な国に「 対峙するために自分の国大和の国はこんな立派な歴史があるんですよということを対外的に知らしめるために漢文で書いたわけですねですからチャイナの方が見たときに読めるようにしているわけですねだけれども一方で、えー、と古事記の方はあのー、日,本日本の文章で日本のために書かれておりますから大和言葉ですでこ古事記には、えーまあ、言霊があ いいいっぱい込められれてるると思われるわけです、えー、ですけどまあ言霊といえばですね我々の頭にパッと浮かぶのはまず和歌じゃないかと思います歌ですね、えー、ではここでクイズというかあれですけども和歌を最初に歌った読んだ方はどなたでしょうかと言われればどなただとお思いになりますかね <laughs> パッと頭に浮かれますか これは実は3枚目のスライドに答えが書かれているんですけれども、えっ、ー、と、えーえー、木のつらいきが書いた古今和歌集のカナジョっていうのがあります。これ大変有名な彼女なんですけれども、えっ、ー、と。 最初はこの「山と歌は人の心を種としてよろずのことの鳩ぞなりける」というこの最初の部分は有名なんですけどちょっと中途中省略しまして最後の方にですねこの3枚目のページの最後の方にですね、えーと「スサノオのみ事よりぞミソ文字あまり一文字は読みいける」と書いてあるんですね。実はススサノオの御事が和歌を最初に読まれた 方である読まれた神様であるというふうにどうやら、えー、この時代紀貫之の時代信じられていたそうなんですね、えー、それで次のスライドなんですけどねあのー、八坂神社の京都の、ね、八坂神社のおみくじ引かれたことひお引きになったことありますかね何番が出たか覚えてますすごい今このまさに今4番目の、えー、スライド通りです 1> 1番の八坂神社のスライドではなくておみくじの第1番には菅、えー、野皇のみことのそのお歌が書かれているんだそうです。まさに 大吉をお引きになったわけですね。ええー、四番目の、四番目のスライドになります。ええー、立つ、えー、出雲八重垣妻籠に、ああ、八重垣作る、その八重垣を、という、まあ、あの、球根の歌なんですけれどもね、えー。これがあの、最初の和歌であるというふうに、あの、考えられていたそうでございます。えー、ということは、その神様のスサノオの御事が。 和歌を初めて読まれたということここは神様が読まれたと,いうと信じられていたということが大事なんです。ということはつまり大和言葉は神様とやり取りできる言葉であったというふうに昔から日本人を信じていた。 っていうことなんですねこのことがね大変ねあの重大なことなんですこれは人間の歴史の中でもなぜかと申しますと実は私最初自己紹介ちょっとしましたようにもっともと西洋の言葉を勉強しているんですけれどもそうしますとですねヨーロッパの言葉っていうのは自国語は神様とやり取りできないってことになってたんです。 それも、えー、大体1500年代までぐらいまでつまり近代の初めにまでは自分の国の言葉で神様のことを言っ,ちゃ言ってはいけないというふうになっていたんです。どういうことかというとキリスト教の聖書っていうのは、えー、今はフランスに行ったらフランス語の聖書イギリスに行ったら英語の聖書ありますよね今日本語の聖書もあります。だけれどもそれ,はそれが可能になったのは近代になってからなんです。 中世に至るまでの長い千年以上の間西ヨーロッパでしたら聖書はラテン語東ヨーロッパだったらギリシャ語っていうふうに決まっていたんですねで、えー、途中中世の間に自分の国の言葉でやっぱり聖書読みたいなって思う人それはいますよそれで訳してみようとする人もいました見つかり次第火あぶりの刑ですこれはそれは神様の言葉神の言葉を 自分の国のね自分の普段の生活で使っている非近な言葉に直すっていうのは神に対する冒涜であるということで日破りの刑なんですね。でヨーロッパでは聖なる言葉は西ヨーロッパではラテン語東ヨーロッパではギリシャ語っていうのが聖なる言葉で一方で自分たちが生活で使っている言葉は「卑しい言葉」「非近な言葉」というふうに完全に上下関係が分かれていました。 とということを知ってたものですから日本では神日本語を使ってえ、えー、大和言葉で神様とやり取りできていた昔からということを知ると日本はすごいなっていうふうにまああの。 びっくりしたわけですだからそ,かそういうことでかれこれ10年余り日本のことも一生懸命勉強しているわけですけれどもで、えー、実はその神様はに日,本人日本では神様は、えー、日本語を大和言葉を使ってやり取りするということなんですけど、えー、次のスライドではちょっと字がいっぱい詰まっていて全部読む必要はないんですけれども、えー、と私が尊敬する民族学者の折口忍博士はですねこんなことをおっしゃってるんですね。 えー、一人称に発想する女子誌は神の独り言である実は私この部分読んだ時本当に感動しましたねおっと思いましたね一人称に発想する女子誌は神の独り言である。 えー、神人に乗り移って自身の来歴を述べ種族の歴史土地の由来などを調べる見たまた皆扶助の甲骨寺の空想には過ぎないとつまり、えー、神様の言葉を受け取る受け取る瞬間のことをここに書いているんですけれどもおそらく若い女性がで、まあ、おそらくですね例えばあの朝の煙を朝を火に炙った煙を吸引するとかあるいはあのお酒なんかをちょっとね <laughs> そ、えー、れでちょっと名帝状態になると思うんですけどそういう状態になった若い女性が神の言葉を受け取るんですよそれでその受け取った若い女性が口からワーワーワーと何かおっしゃるで横にいる方がそれを字で書き留めるとそれが神の言葉になるんだけれどもその読んでみるとか、えー、その言葉というのはですね実はえー 形が、ね、定まっってているっていうんです、えー、ちょっと下の方に行くんですけれどもえっ、ーえー、とですね、えー、途中そうしてその口はあ十分な立分要素が加わってきたっていうのが12345678行目ぐらいですかそうしてその口は十分な立分要素が加わってきた全体狂乱時変態時の真理の表現は左右対称を保ちながら進むつまりこれは死になっているってことなんです。 例えば「韻を踏む」とかそういうような立文というのはリズムですねちゃんと詩になっている我々があの普段手紙を書いたりなんかって「韻を踏ませませんよねそんなことしませんよね三文ですよね」実はここで何が分かるかっていうと神様の言葉は初めから詩になっていたっていうんですねこれが面白いことです。でですかか、ら、実は、ね、どんな国でも詩詩か 陰文か三文かどちらが先に読まれたかというと実は陰文,文なんです僕は三文だと思ってたんですそのほうが簡単ですからね実はねそれはねあの進化論を我々、刷り込まれてますからね単純なものから複雑なものに物事が進んでいくと自動的に染み,め染み込まされている近代人の悲しいところで実はそうじゃないんです実は陰文のほうが難しいですよね陰を踏ませたの実は最初に書き取った文章はそういうもんであった。 それが神様の言葉であったというふうに日本では信じられていたそうです。えー、そのようなわけで、えーえー、初めに発生した言葉は因文でありそれは詩であり神の言葉になります。えー、で、えー 文って言いますとね日本では当然和歌になりますねで和歌を読んだの最初に読んだのはスサノオミコトなんですけれども、えー、それではですね和歌の神様っていうのがおりましてあの皆さん和歌の神様ってどなたかご存知ですか最初に作ったのはスサノオミコトそれとは別に和,和歌の神様として崇められている方々もおられますけどパッと頭に思い浮かべる方何,あの何人かあるんですけどね。 実はね若三神若三神っていうんですけどねで,で,でありましてそれは住吉の神様と玉津島の神様と柿の下の一まろというふうにたい相場が決まっておりますけれども玉津、えー、島っていうのは和歌山県にある玉津島神社っていうのがありまして具体的には外織姫があのー 御祭神になってましてね。外織姫は、えー、衣に通る衣が通るお姫様ですね。外織姫が御祭神。これは和歌の神様なんですね。 ひょっととしますとここにおられる皆さんの中には YouTube をご覧になっていてそれであの歴史系 YouTuber で有名な茂木誠さんの「模木セカチャンネル」なんていうのをご覧になった方もおられるかも分かりませんけれどもね茂木誠先生ね私は勝手に思っていることですけど私が行こうと思ってるところ大体先に行かれるんですよ。 それで23日前にふっと見たら「えー、チヌの浜」に行っておられましてね「チヌの浜」っていうのは、えー、大阪のな南部にありましてねの昔の名前で今でいう関西空港のすぐそばあたりです和歌山の手前です。でそこに行かれてあのカメラの前で喋っておられて先,、ま、先に撮られたと思ってしまったんですけど今日そこ今日,今日先ほど言いました「えーえー 外織姫ですね外織姫もそこ,のそこ,のそこで、えー、すあの館をに住んでおられたんですね。で茂木誠先生も外織姫のご紹介しておられたので外織姫の,そのエピソードへの詳し,詳しいことは YouTube の茂木、えー、先生の番組をご覧いただきたいんですが今日は時間の都合でその細詳しいことは申しませんけどその外織姫は「若の神様」という以前にそれ以上に有名なのは「えー、絶世の美女」として有名でございましてね、えー、この日本において絶世の美女と言いますと小野の小町か外織姫かと。 で海の向こうでは楊貴妃かはたまたクレオパトラかと言われてぐらいにそれぐらいの名前に連,連ねられているぐらいに外織姫は有名美女として有名だったんですね。 「であの衣の通る姫」って書くのは何、ね、でかなと思うんですけどもねえそえ非常に肌が白くて美しかった絶世の美女でねあまりにも肌が白くて美しいのでその日の朝に飲んだおみをつけ,の,おをつけの,あのわかめがの、ね、喉の奥の骨に引っかかっているのをその外から見えたというそういうこのアルクレントゲみたいなあの方だったと言われております。そそれででのの美ししさがです、ね、衣を通てて出るぐらいにこう輝いていに輝たので外折 と言われていたんですけど、神様っていうのはですね、あ天っていうのは荷物を荷物を与えるんですね。 あまりにもの絶世であった。その美女の、美女の、美女という素晴らしさと、もう一つは知性を与えていて、ええ、和歌の神様なんです。じゃあ、なんで和歌の神様かと申しますと、外堀姫は陰陽天皇のご側室だったんですね。で、あの性室は、実は外堀姫のお姉さんだったんですね。ややこしいんですけれども、で、あのチヌのあの浜のところに、陰陽天皇の館。 あまり大和の近くだとお姉さんが怒ったからちょっと遠くにいたんですねでなかなか隠居というのはやっぱりね正、ね、あの,性質性質の方の置き先に気を使ってなかなかチヌの浜まで来てくれなかったで今日も来てくれないのかな明日たもあどうかなと思ってある日午後にです、ね、庭に出てみたらそこで雲庭でね雲が巣を張っていたんですってね。 で昔は雲が巣を張っている様子というのは何かいいことが起こる兆しである前兆であると信じられていたそうですよ。えー、そのようなわけでその雲が巣を張っている様子を見て歌われた、えー、外大姫の歌というのがスライドの6に載っておりまして「えー、我が世古が来べきよいなり先鐘の雲の行い雲の行い」えー。 えー、今宵しるしもというふうに書かれているこの雲の行いというのは雲がすを張っているでこれは今宵ひょっとしたら雲がこの全長良い兆しであって今晩、えー、陰陽天皇が自分のところに来てくれるんじゃないかなっていうことを詩で和歌で読んだわけですねそうしたら本当にその日の夜トントンと来てくださったんですそれ以来、えー、外織姫はつまり言霊が 作動したわけですこの,この言葉和歌を読んだから実際に希望が叶ったということで、えー、和歌の神様の一人として崇められているということなんですね。えー、これがまあ言霊には和歌には言霊がある大和言葉には言霊があるということを日本の我々が信じるまあエピソードの一つということになっております。 今大和言葉のことをずっとしゃべりましたけど実はあの隣の中国でも、えー、昔はそういう言霊のよううなあの進行はあったと思うんですね、えー、それはなぜわかるかといいますと次のスライドをご覧になると、えー、わかるかと思いますがあの言語の言言葉の「ことっていうの次元を、えー、遡りますとこのスライド7のように一番古い形が左の甲骨文の文章。えー それから徐々に現代に近づいてくると「あの言う」という言葉にね近づいてくるというのが分かるかと思いますけれども、えー、この一番左の甲骨文の形というのは何を表してるかというとこれは神様の言葉をを入れれるる器に剣を刺している姿なんですこれが「言う」という言葉の元の形であるというふうに、えー 考えられています、えー、ただしこの解釈は、えー、白川静香博士漢字の次元の専門家の白川静香博士の解釈で、えー、白川静香先生はもう亡くなりましたけれども、えー、立命館大学を70歳で退職されてから一人で漢字の辞書を3種類 作り上げたという、ね、で120歳ぐらいまで手帳には予定が書いてあったそうなんですけど、まあ、残念ながら97歳で亡くなりましてですねあの晩年は一人でものすごいこんな辞書を3冊作られまして今平凡社から出てますけれども、えー、それであの文化勲章なんかも頂いただいかれたり当時、えっとえー、っと今から20年ぐらい前ですけれども NHK 特集でと あの放送されたり非常に注目された素晴らしい先生だったんですねであの折、えー、口忍先生にと並びまして私,私個人的にはですね白川静香博士も尊敬する学者なんですけどその白川先生の解釈によると言語の言っていうのは神様の言葉を入れた器に刀剣を指しているこれ何の様子かというとこうやって先生をした誓いをしてるんです。 それであの誓いをしてるんだけど神様はその誓いをする人の心が本当にまことだなというふうに理解されたらその誓いの言葉が現実化するっていうふうに考えていたんだそうです。ですからこういうあの形姿から姿で描いているということだそうです。 それから先ほどあの恵美子のようなおみこさんが名定状態になって神様の言葉を受け取るだろうという,う話をしましたけれども、え実は中国でもおそらく同じようなことがあったみたいで、それがその次のスライド8になります。え若いという感じの次元なんです。これえっと左の一番甲骨分の姿を見ますと、あの人がこうなんかこう手を挙げてあのー。 これ多分冥定状態になってこう神様の言葉を受け取ってる姿なんですね。で「若い」っていう言葉は上に草冠が,がついてますけれどもおそらくあの頭に、あのー、葉っぱのついた、あのー、冠のようなもの髪飾りを多分つけたんだと思うんですよね。でそれかもうまあより白だと思いますけれどもそれでちょっと冥定状態になってうわーっとなってる姿が一番左の事態、えー、になります。 でそういういいに見えるかと思いますで徐々に徐々に整ってくると最終的には「解消体でこの「若い」っていう感じになりますつまり若い女性が神様の言葉を受け取っている姿卑弥呼のような方がいたんでしょうねこれはね、えー、そういう姿だから、あのー、中国においてもそういう言霊を受け取るっていうことは信じられていたと思うんですけれども、えー、現在はあの特に、あのー、中国は のの方はあの体文字を使ってますので、えー、毛,毛沢東が艦隊文字を作,作らせましたのでもうだから次元も何もわからないですそれから中国は元からあの大陸広すぎますからいろんなあの方言方言というか違う,違う言葉だそうですねあの例えば北京と上海とか香港も全然違う言葉なんですねだから通じないんです。 でも漢字を使ってるから目で見て意味がわかるっていうそれがあの国の実態だそうですけどですからもうあの今やあの言霊とかも事実を感じられない国だと思うんですね。それに比べると日本はいまだにそのね「すさのおみごと」から「外織姫」からの以来の言霊が感じられているということになりますよね。そそれは結局その えー、どういうことかと言いますとやっぱり、あのー、日本では歴史に断絶がなないいととうことなんですよ言葉の日本語の歴史に断絶がないそれからスサノオノミコト神様ですけど神様もがいまだに生きている八百万の神様は生きているこういうことが日本,にあの言霊を日本人に言霊を感じさせる、えー、要因だと思うんですね。で、えー 神様のこと、信仰のことに関して申しますと,、えー、とあまり僕ら歴史の時間でこう太字で習わないんですけど陽明天皇というのは、えー、仏教がやってきた初期のねごく初期の天皇なんですけども、えー、次のスライドにあるんですが。えー ここんんなことをおっっしゃったんですね。「日本書紀」によりますとね、えー、スメラミコトは、えー、仏の御リを信じられか神の道を尊ばれたとつまり、えーとえー、陽明天皇は仏教も受け入れるけど神の道もこの今まで通り大事にしましょうとつまり二刀流でいきましょうっていうことをあのお決めになった方なんですね。もし、 あの陽明天皇が、えー、新しいこの金ピカの仏像に目をくらまれてそれだけでもうこれから仏教一本で行きましょうとなったとすれば今頃日本でではは神社も何も何ななくなっているはずですよね、えー、だから、えー、陽明天皇がですねここに書かれているように、えー、仏教もあの大事にしながら信徒もこれまでどおり 続けていきましょうとこのようにおっしゃられたというのが大変それ以降の日本の歴史においては決定的なあの出来事だったと思います。先ほども申し上げましたようにヨーロッパではキリスト教が来るとそれ以前の神々の世界が全部消し去られるわけです。で,過労死で残っているるののは言葉の語源を調べると わかるんですけどその語源もそういうことをまともに勉強している人は実は非常に少なくて少なくとも自慢じゃないんですけど日本でそんなことをしゃべっているのは私一人となってしまいましたけれどもそんな感じなんです。でちょっと一つ前のスライドですけども日本の歴史日本語の歴史をざっとまとめておきますとね縄文時代の言葉はもちろん 具体的には分かりませんが北方系の言葉と南方系の言葉がまあ、多分混じっていたんじゃないかと思いますそれから、えー、縄文時代の後半にお米がやってきますお米は、えー、稲作は、えー、中国の南方の方からやってきます、えー、中国の南方っていうのはあのほとんど東南アジアの言葉を喋っていた人だと思われてるんですけどいっぱいやってきますでその時にいっぱい、えー、言葉も混じります、えー 僕らが今大和言葉だと思っている言葉も実はえその南中国の南方の言葉がを当時の日本,日本列島にいた人がその時の聞こえ方で受け取った言葉が僕らは今ずっと大和言葉だと思っている言葉がすごい多いらしいんですね。 これはもう古すぎて古いので僕らは大和言葉固有の言葉だと思ってるけどもともとはこれあまりにも多くいたくさんの言葉がそうやって入ってきたのでここで「弥生言語革命」と書いておきましたけど実際こういうことを調べている先生はおられます。 だけど我々はそういう言葉を全部自分のものにしてきている自家中のものもにしてきてきおりますで古墳時代になっても大量のやっぱり、えー、大陸からあるいは南の方からいっぱい人がやってきますので、えー、都内人の言葉がいいっっぱい入ってきますでそうやっているうちに日本語というのができてきます。 だけど面白いことにトライ人の言葉にはならないんです。日本語になるんです。そこが面白いんです。この島にやってくると日本語になるんです。それからトライ人もトライ人のまま生き続けるんじゃなくて日本人になるんです。だから我々の血の中にいっぱいねいろんなトライ人の血は入っているわけですね。で、上代になる、七時代になりますと上代日本語になります。まだまだトライ人が来ます、えー。トライ人の中には有名な旗氏とかね。 えー、先ほど木村さんのお話を聞いて僕はやっぱり確信しましたやっぱり旗織りをしてたああいう当時の最高の技術だっておっしゃったんだけどやっぱりと旗紙がも関係あると思いますけどねだけどあの決してトライ人の言葉にはならならいんですねそこがね面白いこの日本列島っていうのはここにやってくるものにはみんな日本になるんです。 日本のものになるんですね編成してしまうんですねでそのうちに大和政権が成立します天武天皇なんかは大変偉い方だったと思うんですけどそれで大和政権が成立するとそれ以降の歴史は我,人は我々は大和政権が成立したよりも前からある言葉はみんな大和言葉だっていうふうに感じてしまうんですよきっとねですから大和言葉っていうのは精密に言うと語源学的には 正しくはないないいかかもわらひょっとしたら南の方の言葉がだったかもわかんないだけど大和言葉っていうかどうかってこれは言語学の問題じゃないですね社会学的な問題なんです意識の問題なんですねだから意識が大事なんです日本の言葉だと思っているってことは大事なんですね。でその大和言葉には、えー、言霊があの宿っているというふうに考えるかみんな思っているわけですね。 でえー、と11枚目の,あのスライドになるんですけれどもヴァ、えー、イス・ゲルパーというドイツの高名な言語学者はこのように分類してるんですよね国家と人種と民族というのを分類するんですけど国家というものの中心概念はあ国家というものは政治的な概念なんだけどそこの核にあるのは権力というものです、まあ、これは割とわかるかと思いますそれから人種っていうのは一体じゃあ何かとこれはね生物学的な概念 つまり、血の問題であるというふうに考えればいいんじゃないかとですから、血統ですよね。言い換えるとねえ。ところがですね。じゃあ民族割とね。人種と民族ってどう違うのかなって考えると、えー、分かりにくくなる。わかりなにくくなってしまいますけど、このバイスベルゲルパー先生は明確に言ってます。民族っていうのは精神文化的な概念であり、その核心にあるのは言語である。 いうふうに、ね、言ってですか、ね、で、この考え方をもか用いますとその、ね、精神文化に断絶がないわけです日本の場合は。ということはスサノオノミコト以来、えー、言霊が生き続けているというふうに、ねえー、感じるのはやはり日本の民族としての,この、えー、そのように考えるのは当然でありましてねですから我々日本人にとっては日本語っていうのはやはり こと単なるコミュニケーションの手段じゃなくてこれは文文化化財財なんです文化財ですす、えー、そのように関し,関しまして一最後のスライドなんですけどこれは私別の機会の時でもあのご紹介したことがあるんですけどルーマニアの哲学者であるだったエミール・シオランという方が大変ね立派なことを述べておられます。それははは私たちああるる国国にに住住むむののでない語だ 祖国とは国語だとこれ非常にね簡潔にね素晴らしい言葉を述べておられるなと思うんですね。でこの言葉は大変ね立派な言葉なんですけど私なりにあの最後一番最後に補足をさせてもらうとすればその祖国を我々子孫のため子孫に残すたにはですね3つのことを頭に入れておけばいいんです。一つは日本語を守る もう一つは神社を守るもう一つは言うまでもないことですけれども皇室を守るこれに尽きるんですね。えー、ということを、まあ言葉についてずっと勉強してきた、まあ、私,私としては、えー、ずこんなことを考えてきたということをお話しして、えー、お時間になりましたのでこれでおしまいにさせていただきます。あありりががととううごござざいいままししたた田先生ですけれども 私としては、おしまいにさせていただきます。ありがとうございました。